大連科技大学大連科技学院は中国遼年省大連資料順具地区に存在する大学である。2002年7月に両年省教育部の認可で大連鉄道学院の情報技術学部として始まり、2003年12月に教育部の認可で大連鉄道学院と大連洋構成機集団の共同投資の独立学院となった。2011年には、 完全に独立して、大連科技学院と改名している。現在、機械工学系、電気工学系、新規科学系、管理工程系、外語系、芸術系、交通運輸系、南研技術学院などの学部がある。中国全土から入学しており、学生数は約7000人。国際合作、交流学院では、アメリカ・オハイオ州のライト州立大学などとの、 交流が盛んである。職員宿舎兼中国語文化センター、大連国際要項所公園があり、海外、特に日本で定年退職後に留学し、単、長期滞在する老人大学を2005年から2013年にかけて開催していたが、現在は休止している。日本人が滞在していた居住スペースは、現在では学生の寮になっている。住所は、 変馬115062、大連市旅順経済開発区浜航路999から26号、電話は041186245011。京畿202素地延伸線の旅順開発区、管理委員会バス停、または、旅順バスステーションから、大連旅順公共バス18素地に乗って、新域学院バス停で下車。 陽光世紀集団アーカイブド2015年5月18日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、学院外教、大連鍵学院2014年招き制干渉、大連旅順公共バス18素地。ありがとうございます。